ちょっとまた話を別の観点からちょっと言うとですね、昔黙想指導してる時によく話した話なんですけど、カウンセリングの理論で ABC 理論というのがあるんですよ。それはカウンセリングの一つの、考え方のあれなんですけど、ABC 理論というのがあるんですね。A が何かって言ったらアフェアの A なんですね。アフェアの A、 簡単に言ったら出来事なんですよね。話したように、いい出来事も、一見嬉しい出来事が一見嫌な出来事とか私たちには起こりますよね。で、 C が何かって言ったらコンシクエンスって言うんですね。ちょっと難しい綴りですけども、受験英語で出てくる、コンシクエンスっていう、結果 C なんですよね。それが C なんです。で、普通の人はもうほとんどですね、 A だから C だって考えてるんですよ。普通の人はほとんどみんな、つまり嬉しい出来事があったら幸福な結果になってると、あるいは嫌な出来事が起きたらですね、不幸な結果になったっていうふうに普通の人は考え、だから A だから C だっていうふうに考えるんですよね。だからこれはもう不変身じゃないわけです。つまり病気だからもう不幸だと自分はとか、あるいは逆に健康だからとか、お金が儲かってるから自分はラッキーでいいというような感じで、考えがちで、 A だから C って普通考えるんですけど、それが間違ってる、間違ってるっていうか、それは大きな誤解があってですね、 A と C の間に B があるっていうんですね。この間に B が何かって言ったらビリーフが入ってるっていうんですね。ビリーフの B が入って、それで ABC 理論っていうんですけど、ビリーフをどう訳すかっていうのは、これなかなかこの難しいんですけど、単純に言えば、何かを信じるという訳ももちろんねあるし、僕が3年ぐらい 前に読んだ本では「思い込み」って書いてある、訳してある本もありましたけど、あるいはもっと言ったら物の見方と言えるかもしれない。自分自身のですね、信仰とちょっと言うと、自分が信じている信念みたいなものかもしれないですけど、で本当のところはですね、人間は出来事を自分のビリーフという基準に受け止めてるんで、受け止めて、そこから実際は結果が生まれている。つまり出来事そのものから結果が生まれてるわけじゃないんですよ。出来事を受け止めてる自分の受け止め方によって結果が生まれてるってことなんですよね。で、多くの人は私のところに相談に来る、当たり前ですけど A の問題で来るわけでしょ。その出来事の中は大きな問題を抱えてる人で、どうしたらいいか分かんないから、例えば私のところに相談しに来て、ああでもないこうでもないっていう、このなんていうか、この、どうすればいい結果が生まれるか、出来事をどう変えたらいいかっていうふうに考えがちなんですけど、もちろん当然私も自分なりに考えてこうした方がいいとかした方がいいっていうふうに言うんですけど、本当に大事なのは出来事をどう受け止めてるかっていうことがもっと大事な、本当のところはですね、で A を変える以前にまずこの受け止め方がどうなのかを変えないと結果が変わらないんですよ、本当のところ。で当然このお話、この霊想のつながりで言うならば、ビリーフじゃなくて不変心をここに入れなきゃなんない、代わりにこのビリーフの代わりにですよ、自分の心の中心にこれを入れられたら全然違うところになるんですよね、本当のところは。
相田光雄だったかな、もう亡くなりましたよね。なんか字がうまいのか下手なのか、なんとか、なんか宗教家なのか画家なのか、なんかとにかく詩なのかことわざなのかよくわからない、このだいたい下手馬の字で、まあ昔からだいたいね、まあなんか有名でそういう詩集とかなんとかあってですね、もうなくなった、まあ、別に私自身は好きでも嫌いでもまあないんですけど、まあでさ、たまたま東京駅でなんか彼のなんか あちこちなんか貼ってあるんですよね、最近はよく。で僕は見たら多分東京駅だったと思うんだけど、東京駅にその彼のあの下手馬の字でね、まあそれがうまいのか下手なのかちょっと私わからないけど、字で「幸せはいつも自分の心が決める」っていう、幸せはいつも自分の心が決めるっていう言葉だったんですよね。だからもうこれこの通りなんですよ。この幸せという結果を決めてるのは B だって言ってるんですよね。で A だって言ってないんですよね。まあもう、まあ、この原理と基礎のポイントの普遍心のこともこのあたりなんですね。だから多くの人は幸せは出来事が決めてるってみんな思ってる、ほとんど。もう 90% ぐらいの人はそう思ってますね。残念ながら出来事が幸せを決めると思ってる。で違うんですよ、心が決めてるんです、幸せかどうかは。実際のところですね。だから相田光はよく分かってたと思いますね。もちろんやっぱり宗教的な人で、彼は座禅なんですよね。座禅をして、まあ、もちろんいろんな、まあ、そうちょっと特殊なね、かなり変わり者だったとやっぱ思いますけど、まあ、とにかくでも幸せを決めるのは心なんですよ、出来事じゃないんです。どういう、だからさっきのビリーフだ、悪い意味でビリーフを言ったら目の中の丸太なんです、これがね、自分のとらわれているポイントなんです。でそれで判断して、それでああでもないこうでもないという言いがちなんだけど、だから気づきのエクササイズというのはこの辺りを気づいて見直せるかどうかというところに大いなるポイントがあるということなんですよね。でもね、まあもちろんその心理学的にもこういうことはよく言われてて、まあいわゆるこの自分のこのとらわれを外していく仕事、やり方のことをビリーフワークっていうんですよね。つまりやっぱエクササイズでこの自分のとらわれをこう取っていくっていうね、いうそういうセミナーとかやっぱあるんですけど、で実際のところビリーフって実はシステムになって、心の中でビリーフシステムっていうのはもう出来上がってて、人間の心の中には。だからまあなかなかこう変わるのが難しいってことはあるんですけど、でも別にまあまあ、心理学的なことどうのこうのってことを別にそのテクニックがどうのこうのとかっていうふうなことを言うつもりはあんまりなくて、やっぱり御言葉とやっぱりイエス様のさっきの4番のイエス様の視点かなんかで出来事を見つめ直していけるような、あるいは本当の普遍心のポイントから見つめ直していって、このでね、このコンシクエンスって言ったらどうもね、そのなんかこうあれなんですよ、こうそうなってしまった仕方がなしにみたいな感じなんだけど、霊奏の、まあ、プリントの原理と基礎の4番目なんですよね、まあ、プリントの、現代訳の方で読むなら、私たちの望みと選びの基準は一つだけである、霊魂の救いと神の国へよりよく導くだけ、よりよく導くものだけを望み選ぶのであるってことなんで、だから実はね、これは、霊奏的に言ったら同じ C でもチョイスの C なんですね。つまり選びなんです、最終的に自分が何を選ぶのか、まあ、選びか。だからそうなってしまった仕方なしにっていう結果じゃなくて、出来事を自分で普遍心で受け止めて、何が本当に神の御心なのかをよく考えて、
まあ、場合によっては戒心とか囚われからの解放もありますが、最終的には良いものより良いものを選ばなきゃなんないんで、自分自身がね、あのほったらかしにしたらいいって問題でもないことが多いですから、出来事の中でただ流れのままに解決何もしないでおいたらいいってわけでもないことも多いでしょう。やっぱりある解決しなきゃならない、その中でより良い解決方法を探してしなきゃならないこともありますから。でもそれは自分の主体性にかかってるんですよ、自分の自由にかかってる、何を選ぶかはね。まあ、ここまでがこうワンセットなんですけど、だからさっきの気づきのエクササイズをこう地道にしていく中で、まあ、本当の意味でのいい選びができるようになってくるように、こう私たちはこうエクササイズが必要だということになるんですね。でも根本はだからこうなんていうのかな、まあ、もちろんこのとらわれが取れることも大事ですけど、やっぱりイエス様の価値観とか、イエス様が何を大事にしたのか、あるいは本当に神様の国につながることは何なのかっていうあたりをこうよくよくこのところで、まあ場合によっては黙想したり、まあ、イエスの声を聞いたり、やっぱりこう御言葉からの照らしとか、そういうことの中でになるわけですけどね。まあそれを、まあ目指しているということになるわけですね。まあほんのちょっとだけあれすると、この原理と基礎の丸2番のもう少しだけちょっと、まあ、丸2番をちょっと読みますと、この世界の他のすべてのものは神からの贈り物である。神をもっとよく愛せるようにこの贈り物が与えられている。私たちの救いにつながるとき、その贈り物は助けとなる。しかし救いにつながらないとき、それは妨げとなる。助けを生かし、妨げから離れればならないというのが2番目の原則なんですよね。で、何が大事かって言ったらですね、何が助けか妨げかを霊層の用語で言ったら識別しなきゃなんないんですね。まさしくちょっと自分なりのこのプロセスで振り返りながらですね、何が本当の助けか妨げかということで、まあ、この原理と基礎を使って黙想指導している時だから、まあこれがある意味これが一番重要なんですね。あれあれなんかこれさえ分かったら、ある意味いやこれができたら他何もいらないぐらいなものなんで、まあ、あっちこっちでやってですね、これも もうだいぶ前ですけど、10年とか15年前にこれをちょっともうちょっと少人数で、しかも練成会みたいな形で分かち合いしながらやってですね、で主婦のグループだったと思いますね、まあ、5人だったか10人ぐらい で何が助けですか、妨げですかって聞いたんですね。で分かち合いをこう、したんですけど、何が助けで妨げですかって言ったら、一番目の女性がですね、もう開口一番、私の妨げは主人ですとその未信者の主人だって言ったんですよつまりその人は信者だけど、旦那が未信者で、お前の宗教はどうのこうのとか嫌味を言われたり、なんか教会に行くの邪魔されたりとか、なんとかなんとかで、もう自分の主人が妨げだと、まあ、言ったんですよね。 でも2番目の人が、いやあなたの主人はいい方だと、教会まで車で送ってくれたり、そういう集まりに出るって言ったら、ちゃんと別にね泊まりがけでやってましたから、その間抜けたってOK なんだから、あなたの主人は助けだってそしたら助けか妨げかどうなのか、つまり自分の主人はですよ。だからあんまり出来事か、これも考えたら何が助けか妨げなのかってことなんです。だからこれすらも識別がいるんですよ。自分で勝手にこれが助けだと妨げだっていうのはまた決められないんですよね。だ2番目の女性が何て言ったかって言ったら、自分の妨げはテレビだって言ったんですよね。
つまり、まあ、家に帰ったらテレビダラダラ見ちゃって生活乱れて、だ3番目の女性が、いやテレビでもいい番組やってるとつまりそれで助けられることもあるじゃあテレビは助けが妨げなのか。だからこれだって、だから本当にね、普遍心から見ない限り何が助けが妨げすらよくわからないんですよ。でもある実際あるんですよね。で助けは生かさなきゃならない、妨げはやっぱり離れなきゃなんないんですよ。その選びとしてちゃんとね、それができるためには識別ができないと本当の選びまでいけないってことになるわけですけど、まあついでに言うと、その1番目のその女性の人はまあ、若くして亡くなっちゃったんですね、まあ、非常に親しい人でしたけども。でお葬式に行ったんですよ。お葬式に行ったらご主人がいたんですよね。で心の中で、あこの人が妨げか心の中では、まあ思ったんですけど、まあでも結局その奥さんの死を通して彼は教会に来るようになって、結局洗礼を受けた。で教会のメンバーになって、その教会で、まあ、活躍している一人の人になったわけですから、だから本当に何が助けか妨げなのかっていうのは、まあ本当に全くそれは分からないわけですけど、だからやっぱりこの気づきなんですよね。ちょっと今消しちゃいますけど、だからやっぱりよく、ただ表面的なところで判断、その悪口言ったからごめんなさいっていう話のレベルってのは日常意識です、日常の意識ですけど、そうじゃなくてちょっと振り返ってみて心の中を、で実際自分の中にも妨げがやっぱあるから、で外にももちろんありますからね、外にあるものが全部助けとわけでもないから、当然何かを最終的に変えていくための選びが必要ですけども、でも大切なのはやはりこの一番の、まずはやはり自分の人生の目的が何なのかっていうところがやっぱり一つこのビリーフの代わりに大事なポイントだということと、で3番の普遍心の両方ですよね、がある意味自分の中で意識化されている必要性は、大いにあるのではないかというふうに思いますね。だから少しこの、気づきのエクササイズをちょっと続けながらですね、その続けてもらいながら、まあ、自分自身のこの立ち位置というのかをこの少しずつ普遍心になるようにこう整えるような形でこう続けられたらいいんじゃないかなと思うんですよね。でも普遍心というとちょっとなんかまた難しく感じるかもしれないけど、でも案外囚われてない時もあるんですよ、人間。いつもいつも囚われてるわけじゃないわけだから、だからまあどういう時がなんかありのままの自分でこう囚われてないいい時なのか、全くない人はありえない、 100% ね普遍心持ってる人はちょっと もちろんいないかもしれないですけど、でも 100% 囚われてるわけでもないですから、まあ、で少しずつこのビリーフ、自分の中のビリーフも分かっていったらいいかもしれないですね。でもこれはね、もう教育とかいろんなものに文化的な問題も全部入ってますから、例えばもう日本人のビリーフの一つはもう間違いなくみんなと同じにすると、みんなと同じにしなければならないっていうのがもう日本人のビリーフだと思いますね。だからこうちょっと違う人をすぐ排除したくなったり、だけどイエス様の御言葉を照らしてやっぱりそれも あれだと思います。特に小学校の時からもうみんなね、なんか並んだり団体行動させられるんだから、日本の場合は多分ブラジル人のビリーフと違うと思うんですよっていうかアフリカ人のビリーフと違う、まあ、文化的なこともあります。で当然家庭環境もありますよ。お父さんとか母親からどういうことを言われて子供とか育ってきたのかということで、それはやはりまあ、それは人によりますけど、やっぱもう成功しなきゃあなたダメよって子供とかに言われてきた方もおられるでしょう。そしたら成功しないと自分に価値はないっていうふうにもう刷り込まれてますから、だからそういう人なりのビリーフで、文化的なビリーフもあるし、自分自身の中のとらわれのビリーフもですね、もう成功しなきゃならないとか、なんでいい子でなきゃならないとか、人から評価されないと絶対あなたダメよとかなんとかというのビリーフで、だからもちろん深いものはあるんです。急に全部は直すことは
人間できないけど、でも少しでも自分の中の不自由さを感じている点があれば、少しずつそれをこう変えていくようにエクササイズが少しでもできればなかなかいいわけですけどね。まあそういうことで少しこの、この、こういうことなんかもちょっと思いながら、結局この辺りのこともちょっと意識してですね、だからやはりこのとらわれからじゃなくてこの不変身でも、それはやっぱり神の恵みのやっぱり視点なので、この神の恵みを味わいながらっていうところも、まあ大事にされたらいいのではないかなというふうに思いますね。